私たち一体どうすればいいの？手がかり一つないじゃない。ショベマ、俺たち重要な人を忘れてた。誰？宮崎美恵子、あの医者だよ。でもまだ生きてるかな。女性の寿命は男性よりも長いっておじいちゃんが言ってた。彼女はとても善良な人で、神様が守ってる人だった。でもどうやって探せばいい？宫崎美惠子，这其中的哪一位老人？也许就是他。じゃあここで待ってるからね。はい。あの車に気をつけてな。はい。気をつけて。あ、すみません。池田さんとの面会の宮崎美恵子でございますが。宮崎美恵子さんですか。はい、こちらの方にサインをお願いします。はい。池田のおじちゃん、この絵どう描いたの？よく描けてるな。高一、さあそこに座って。うん、はい。池田さんどうなさったんですか。突然こんなことになってしまって、電話がなかったらずっとわからなかったじゃありませんか。わざわざありがとうございます。こうしてまた生き返ってこられたのは、私はやらなければならない大切な仕事があるからなんです。回想録や召喚生たちのことですか？そうです。私は証言することに決めました。そして私は当時の当直日誌も渡すつもりなんです。池田さん、あなたはやっぱり私の思った通り勇敢な人です。みんな私のことを臆病者と言ってたでしょう。山花隊長から岡田総監まで。岡田総監、彼はまだ生きています。ずっとあなたに報告しなかったんですが、私は彼と会いました。もう会いたくありません。宮崎先生、私と一緒に証言してください。あなたは岡田総監のそばにいた人です。必ず多くの秘密を知っているはずです。それに召喚生が一番知りたがっている秘密、一体誰が裏切ったか、あなたならきっと知っているはずです。宮崎先生、一緒に証言しましょう。いいですね？
みません、青山ですけど、2号室の池田さんに面会お願いします。ご予約の方はされてますか？いえ、まだなんです。外国から帰ってきたばかりのものですから。申し訳ございません。ご予約の方されてないと面会できないことになってるんですよ。先生の規定によって1回の面接時間が決まっていますので、ご予約の方がないとダメなんですよ。患者さんの方にも休息の時間が必要なものですから。でも私たち遠いところからわざわざ来たんです。それにほら花も。誰がここに来てるか見て。宮崎美恵子、神様が助けてくれたみたい。ありがとうございました、はい、失礼します。ちょうどよかった、こちらのお二方も池田さんの面会にいらっしゃったんですけど、先生の指示で今日はもう面会できないんですよ。運が良かったですね。そうですか、ごめんなさいね。面接時間の方あと5分ほどしかないんですけど、よかったら。はい、はい、ありがとうございます。誰これ？宮崎美恵子。神様が助けてくれたみたい。すいません。はじめまして、翔毅です。中国から来ました。宮崎さん、私青山と言います。彼は翔毅です。宮崎さんですよね？やった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 。召喚生という人覚えてますか？当時倉津島の収容所で強制労働させられていた。彼はその孫にあたるんです。わざわざ中国から来て、当時そこにいた日本兵たちを探しているんです。で、その中の一人があなた、宮崎さんです。本当に召喚生のお孫さん？はい。本当に立派な青年ですね。お年は20歳ぐらい？大学卒業して2年になります。今年で23です。23歳。ちょうど私が倉津島にいた頃と同じ年齢です。あなたのおじい様や亀園、賀志春、みんな同じくらいの年でした。彼らのことまだ覚えてるんですか？覚えてます。よく覚えています。やったやった。おじいちゃんは間違ってなかった。宮崎さんは本当にいい人だったよ。全部はっきりと覚えています。あなたたちに話すことができます。本当ですか？シャオイ、私前に言ったよね、日本人がみんな両親がないわけじゃないって。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お会いできて嬉しかった。おじい様によろしくお伝えください。ごめんなさい、用事があるのでお先に失礼します。宮崎さん、私たちに倉津島のことを話してくれるっておっしゃいましたよね。明日にしてくれませんか？今はうちに帰らないといけないので。じゃあ住所と電話番号を教えてください。
明日の午前中に伺いますから。うちは分かりにくいところにあるので。面会登記表？シャオイ、賢い！宮崎さん、明日絶対伺いますから。宫崎医生、无论你在哪儿，我们一定会把你找到。君がさっき話していた二人の若者、見てたんですか？まるで恋人同士のようだな。とても仲が良さそうでしたよ。あの青年は中国から来たそうです。誰だか知ってますか？召喚生の孫だ。どうして知ってるんです？あの女の子が誰だか知ってるか？青山さより、私の孫だよ。孫？哎哎，你等着啊，我让你爷爷听。喂，小易。爷爷，告诉您一个好消息，我们找到了宫崎，并且他愿意出来作证。真的吗？而且池田也同意出来作证。爷爷，只要有了这两个人的证词，您的书就可以出版了。到时候我会用最快的速度回到北京。替我谢谢他们。嗯，宫崎说他什么都记得，他要把他所知道的事情都说出来。他一定知道那个秘密。凭我的第六感觉，他一定知道。可是我现在很怕知道那个结果，真的很怕。爷爷，我知道那都是您的兄弟，您不愿意相信您的兄弟做了叛徒，可是我的兄弟们不会是叛徒。也许我就不该让你去调查。不，我不能怀疑他，不能怀疑他。証言するのはやめてくれ。たとえ証言すると決めたにしても、これだけは聞いておいてもらいたいんだ。きっと君は私が恥をさらすのが怖いがためにこんなことを言ってると思うだろう。だがそれは違うんだ。君も気づいたよ。あの二人の若者は心から愛し合ってるんだ。さよりはあの男のために家まで捨てたんだ。私だけでなく、さよりを慕ってアメリカから求婚するためにわざわざ帰ってきた男まで拒絶したんだ。今シャオイという男と一緒にいる。しかし私には二人がどこにいるのかわからない。あの二人を見た時、私は思ったんだ。なぜ
私たちには彼らのような勇気がなかったんだろうかって。さゆりの祖父としてあいつに腹を立てながらも、同時にあいつの一種の尊敬の念を抱いているんだ。50年前、なぜ私があんなことをしたのかまるでわからない。あれは岡田幸友がやったことだ。奴は完全に理性を失い、まるでけだもの同然だ。岡田さん、本当にそう思うんですか？もしも60年前に戻れたら、今の若者たちみたいに好きな人を追う勇気があって、自分の運命を自分で決めることができたら。本当にそうできたらいいのに、どうして私たちにあんな不幸な運命が降りかかったんでしょう。どうしてあんな不幸な時代に生まれたんでしょう。私たちの生涯の不幸は全て戦争のせい。自分たちの運命を自分たちが決めることができなかったんです。私たちの命はもう長くはない。十分罰を受けた。この罰が今の若い人たちに及ぶのは避けなければいけないんだ。もしあの二人が、私が岡田総監であると知ったら、考えてみろ、二人はこれまでと同じように好きでいられると思うか。何の心配もなく、これまでと同じように幸せな生活を得られると思うか。メイコ、若者たちに苦しみを与えてはいけないんだ。私はずっと罪を悔いてきた。碁盤の前に座って周昌文と向かい合いながら、ずっと罪を悔いてきた。一日も欠かさずに。どうして悔いてる気持ちを伝えようとしないんですか。それは召喚祭が苦いからだ。あいつは私の人生の全てを奪い去りやがって。私は奴が苦労を抱いたままあの世へ行ってもらいたいんだ。この今の私と同じように。あなたの本心がそんなものだったなんて。メコ、メコ、なんでそんな目で見るんだ。あの二人の若者をこれ以上傷つけないでくれ。頼む。
どうか私に力と勇気を与えてください。あの池田さんのように勇敢にさせてください。自分の犯した一切の罪を世の中に公表させてください。死んでいった哀れな罪のない労働者たちのために。衆将軍亀炎賀子春劉家世、それから功績のために。まさか牢役収容所に女がいるなんて。でも今は何が起こってもおかしくないわ。彼女をここに残してはいけない。彼女の存在で男どもの心を乱すことになる。じゃあ彼女をここから話しましょうか。話す？私にはそういう権限はない。ここは秘密工事だ。いかなる品人も一度ここに入れば容易には出られん。じゃあどうするの？一つだけ方法がある。何？もし彼女が病気になって君が治療してあげて助からなかったことにしたら。それは彼女を殺すということ？私はあなたの代わりに人殺しはできない。メイコ、私は何も彼女を殺すとは言ってない。病院から電話がありました。検視の結果、中谷君が食べたのは毒性の菌類と判明したそうよ。毒性の菌類？アーシャの話によると、以前ある労働者が空腹のあまり毒性の植物を食べて中毒を起こしたそうなの。今でも時々嘔吐するらしいわ。でも今回が中谷君の中毒症状と同じかどうか調べようがないわ。一つだけ方法がある。そいつにもう一度食べさせるんだ。チェ！もうや！おい、どうしたんだよ。おい、どうしたんだよ。本当にやったのね。足を怪我してるんだ。お寺の人が病院まで運んでくれたんだ。それからここまで送ってくれたんだよ。私たちは年を置いた。気をつけないとな。私は死ぬことができない。小一がいるから。私が死んだら光一はどうなるの？何を言ってるんだ。心配することはないよ。大丈夫だよ。
私は昨日一晩中考えたんだ。君とはこれまでずっと一緒に過ごすことができずにいた。それがこうしてまた会うことができたんだ。美恵子、一緒に暮らそう。私には光一がいますから。光一君の父親が誰でも構わない。君の子供なんだから私は問題ないよ。三人の年を足したらいくつになるかな。まるで老人ホームだな。よく考えさせてください。美恵子、本当にすまなかった。君には今まで迷惑をかけて。宮崎先生、お邪魔します。おっこいち、ママは？ママ、池田のおじちゃんが来たよ。ママ、今病気なの。あ、宮崎先生、今日光一君から先生が倒れたって電話があって急いで駆けつけてきたんですが、もう大丈夫そうだからこれで失礼します。池田さん、ご病気はどうなんですか？おかげさまで。あなたにお話ししたことを考えていただけましたでしょうか？何のことですか？当直日誌のことです。召喚生の孫にいつ渡してもらえますか？あれは彼に渡す必要はない。あれは幸運の内部文書だ。中国人に渡すことはないのだよ。まさか岡田さん、あなたはご自分の罪を隠し通すおつもりですか？岡田総監として罪を犯したことはない。我々は幸運の一人として国のために尽くしただけのことだ。我々には何の責任もないのだよ。あなたは召喚生が支那人を引き連れて暴動を起こし我々の基地を破壊した。つまりあれは我々が殺そうとしてやったんじゃない。あいつらが自ら死を選んだ。宮崎先生、あなたはどうなさいますか？私と一緒に証言してくださいますか？池田さん、私には君はただの医者に過ぎなかったんだ。あの基地の責任は全て私にある。美恵子には何の責任もないのだよ。私は今宮崎先生に聞いてるんです。一緒に証言してくださいますか？池田。
なさい。おじちゃん、一緒に積み木やろうよ。社長すみません。会社へ行ってくれ。病院には行かないんですか。ああ、会社へやってくれ。はい。小山地区と野坂地区の不動票はもうかなり確保しています。もう大丈夫ですよ。しかしまだ決まったわけじゃない。最後まで気を抜くな。はい、わかりました。もしもし、おじいさん。え、池田が？本当ですか？ええ、ええ、わかりました。何とかします。先生、どうしました？池田が証言するって言ってるんだ。池田ってあの池田建設の池田ですか？いや、なんとかせんと全てぶち壊しだ。先生、実は。すみません。そんなことだけするなって言ったのお前は。すみません。でもそうでもしないと。言い訳をすんな、言い訳を。すみません。どけ。してんだろうな。あの日一緒にいた男って頭おかしいのかな。どんな関係なんだろう。どういう関係か。この辺って言ってたよね。うん、どうだ。あ、空気も惠子。ここだ。すいません、宮崎さん、いらっしゃいますか。青山です。宮崎さん。無理に。池田さんですね。あなたは？青山陽平と申します。青山陽平？政治家の？ええ、そして青山さゆりの兄でもあります。あの子のお兄さん。
少し暮らす島についてお話ししておきたいことがあるんですが。すまないが外してくれたまえ。はい、じゃあ失礼いたします。で、話というのは？単刀直入に言いましょう。証言はやめていただきたい。そのことならもう決めてしまったことだ。すまないが。そうですか。それは残念だ。ところで、御社の副社長さんと私の秘書の仲をご存知でしょうか？何の話だね。我々の知らないところで彼らはいろいろとやってくれたみたいですね。というと？御社から選挙資金をかなり援助していただいたそうで。本当に恐れ入ります。我々の知らなかったこととはいえ、知りませんでしたでは許されることではないですからね。立派な贈収賄です。そんなことは信じられん。しかし私どもの方にはしっかりと証拠が残っているんですよ。もし信用されないんでしたら、直接副社長さんにお電話なさったらいかがですか？あ、池田だが、今こちらに青山陽平という方が見えてて、君が何？君は何てことをしてくれたんだ。もういい、言い訳は後で全部聞く。どうでした？それで君は私を脅迫するつもりかね？脅迫だなんてとんでもない。私はただお互いに協力したいと思ってるだけです。あなたが証言すれば、ある理由から私の政治家としての道は閉ざされる。そうなれば申し訳ないですが、私も全部公表させていただきます。その件に関しては私は全く関わりがない。すべて副社長がやったことだ。しかしあなたの会社が私に多大な献金をしていた。公共事業受注を見返りとしてね。そうなれば世間はあなたを疑うでしょうな。社長なんですから。それに証拠を改ざんするのも簡単だ。御社の副社長にも手伝ってもらってね。たとえ刑務所に入れられようと、私は証言する。あなたはそれでもいいかもしれない。しかしここにいる従業員やあなたの家族は一体どうなるんですか？今この会社が潰れれば、もしくは潰れないにしても、そういう不祥事が発覚すれば当然会社の業績は落ちるでしょうな。多くの人が職を失うことになる。今の不景気な日本じゃ新しい職探しは難しいでしょうな。あなたの家族も一生苦しんで生きていかなければならないのかもしれないんですよ。あなたが証言しなければみんな幸せに生きていけるんです。死んでいった中国人たちも他の人を犠牲にしてまでクラス島のことを証言してもらいたいとは思わないでしょう。彼らはあなたが証言しようと思って必死になって頑張ってくれた。それだけであなたに感謝してますよ。池田さん、過去のことを明らかにすることは大切なことかもしれません。しかしその前に
今生きてる人のこと考えるべきじゃないでしょうか。それじゃあ私はこの辺で失礼します。池田さん、あなたは本当に勇気のある素晴らしい方だ。しかし世の中にはそれだけではどうしようもならないことがあるんです。それじゃあお体に気をつけて。あのシナの女連れてこい。足洗わせんや。こんなアホだ！这个日本兵对一个中国人犯下了不可饶恕的罪行。杀死他！杀死他！